ゴキブリポーカー、よいしょー。ジャクト、ロセト、モッチです。今回は久しぶりにボードゲームをやっていこうと思うんですけど、はい、今回はこちらメビウスゲームズさんから出ているゴキブリポーカーを遊んでいこうと思います。はい、まあ、どういうゲームかと言いますとですね、まあこの中にねカードが64枚入ってます。どんなカードかっていうと、まあ、カメムシであったりとかゴキブリであったりとかネズミ、クモ、コウモリ、ハエ、サソリ、カエルと、この8種類のね虫や動物たちが各8枚ずつ入っています。お、まあ、これを単純に言うと押し付け合うゲームです。はい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 。敗北条件は同じ動物のカードが手元に4枚来てしまったら負け、もしくは8種類の動物、虫たちが揃ってしまったら負けです。おお。どういうゲームの進行かというと、まあ相手に虫たちを押し付ければいいので、例えば僕が1枚選びます。はい。で、伏せます。のすくん、カメムシです。はい。と言われたら、このカードがカメムシかどうかを当てるというか、本当か嘘か言います。俺が言ってることが本当だと思った場合はカメムシですと言ってカードをオープンします。嘘だと思った場合はカメムシじゃないですと言ってカードをオープンします。どうぞ。カメムシじゃないです。カメムシでした。そしたらのせは俺の発言の真相を見抜けなかったので、自分の前にこのカードを置きますといった感じでカードが置かれていきます。はい。で、次は押し付けられたのせのターンからスタートになります。ゴキブリです。ゴキブリです。負けます。クモでし た。そしたら俺がもらうんでね。はい、じゃあ僕にください。はい。サソリです。パス。おと言ったら僕は一旦見ます。はい。で、確認しました。はい。で、まあ、この場合3人なんで、のせにサソリです。サソリじゃないです。サソリでしたといった感じで、はい、パスを使うこともできます。ルールは以上ですね。はい。あとは手札がなくなったら負け。はい。手札がなくなっても負けです。はい。やりますか、早速。はい。というわけで今回はゴキブリポーカーで遊んでいきたいと思います。やっていきましょう。はい。いきまーす。はい。はい。カメムシです。はい。カメムシじゃないです。カメムシです。あらまあ、やっていくのか。はい。で、俺か。いきます。カメムシです。カメムシ、カメムカメムシです。うわー、あー、やばい。俺だよ。え、あれ、そうだよね。そうですよ。当てたら返却なんだ。もっちに来ちゃう。やばい、カメムシが2個になっちまった。そうなんだ。そう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 。サソリです。サソリです。おー、マジだと思った。やばい。ゴキブリです。うわー、これ怖いなぁ。いや、ゴキブリです。よーし。マジ？なんでそんなわかる？俺のあれか、出し方とかなのか。コウモリです。いやー、コウモリです。あー、クモ。どうだ、やっと終わった。うざ。コウモリです。コウモリです。ゴキブリです。やばい、俺弱っ。ネズミです。ネズミ。ネズミです。本当に。あ、ごめん、うん、ネズミです。ネズミじゃないです。あー、当たった。よかったよ。サソリです。次じゃない、俺のところ。まあでも攻められるのはしょうがない。サソリパス。見ます。おお。カメムシです。カメムシです。おー、リーチ。ナイス。やばい、ちょっと待って、任せろって。やばいやばい、普通にやばい。ちょっとすぐ終わっちゃう、このままじゃ。ゴキブリです。ゴキブリじゃないです。おお、やばい、もっちやばいじゃん。ちょっと俺クソ弱すぎる。カエルです。カエル。お、わかった。カエルじゃないです。よし。いや、だと思って俺は。なにー、
なにー、サソリです。サソリ、はい、パス。いや、来た、サソリです。サソリ、サソリじゃないです。サソリでうざっ、サソリでーす。よし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 、作戦通りでーす。マジで勝てない、やばいこのゲーム。ゴキブリです。うわ、いや、この場合の思考パターンは2つなんだよ。単純にいけば、俺がゴキブリですって言った場合リーチになっちゃうから、普通は出さないからゴキブリじゃないですって言うのが定石なんだけど、っていうことを見越してゴキブリ出してきてる可能性もあり得るから、ゴキブリです。モッチずっと笑ってたよ、最初の方だった。カエルです。パス。お、攻めるね、来るな。カメムシです。違います。嘘です、カメムシです。あーあーもうダメだ。あーハエです。ハエ、うん、ハエです。うわ、まあ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 、いや、やばいよ、お前、ね、あと2種類だよ。あ、そっか、種類もやばいのか。カエルです。カエル、うん、カエルじゃないです。うわー、うわー、やば、なんで、うざいんだけど、普通にやばいね、調子こいてんな、お前。いや、こいてねえ。カエル、カエルです。おー、ちょっとやばい、弱すぎる、ガチで。なんでだろう。ありがとうございます。なんでだろうな。コウモリ。コウモリか、まあ、コウモリです。あー、まあまあいいや。ゴキブリです。ゴキブリやばいな、てか攻められまくってんだよな。ちょっと一回パスしていいですか。はいはい。カメムシ。カメムシじゃないです。ありがとう。マジ？ありがとう。なんで？もういや、カメムシじゃないよ。もうやだやだ、マジでこれ。カメムシ。カメムシ？うん。いや、ないと思うよ。違います。だよな。もうやばい。お前の意地見せて。クモ。クモ。パス。クモ。クモ。おー、よし、まあいらんわ。クモ。クモ。おー、行くねー。マジか。カメムシ。パス。うわー、もうパスが一番嫌だ、カメムシのパス。クモ。うわクモか。うん、カメムシ、クモ。うわ、どうしよう。あー、そっか。うん、これやばいね。うん、これやばいね。追い詰められてんだ、結構。カメムシのパターンでも負けるし、クモのパターンでも負けるもんな。当てなきゃ。クモって言いました、僕は。クモです。あ、だ、ごめんなさい、見ないで。いきます。はい、よし。わー、やばい。カメムシです。おい、やめろよ。終わっちゃうじゃん。カメムシです。うわ、どうしよう。うわ、どうしよう。俺なんかカメムシですって言って、カメムシじゃないですって言ったらゴキブリが出てくる気がする。あ、そうか、ゴキブリ。で、クモの可能性もまあゼロじゃないんだよ。でもね、この場合はね、パスがね、一番安牌だよ。いやー、俺騙せる気しない。自分の判断に任せたい。うわ、やだ、終わらせたくない、まだ。俺のキャラを考えれば、わかるよ、これは。もっちー。カメムシ、お、じゃないです。お、いいのか？いくよ、ほんとに。うん。終わらせません。終わるよ、マジで。これはパス。やる。なんだよ、ゴキブリ。ああ、ゴキブリじゃないです。